神風怪盗ジャンルは、種村雄彩による日本の漫画作品。及び、それを原作にした、テレビアニメ。月刊少女漫画雑誌、リボンの1998年2月号から2000年7月号まで、連載。テレビアニメ化もされた。単行本は、全7巻。美少女戦士、セーラームーンから連なる、美少女戦士路線に。 解答物の要素を導入した意欲的な作品である。その前身は投稿作品の神風解答ジャンヌダルクであり、キャラクターデザインがアラビアンナイト風であることを除けば、設定はほぼ同じである。解答物としては、連載当時先行した解答セイントテールと比較され、セーラームーン、セイントテールと解説されることもあった。テレビアニメは、 視聴率不振などで1年44まで終了したが、原作の方はアニメ終了後しばらく連載された。コミック単行本の売り上げは、コミックランキングにおいて、アニメ終了直後である2000年2月発売の5巻と、最終巻期の7巻が初登場2位、同年6月発売の6巻は、初登場1位を記録した。1999年10月に発売が、 予定されていた新コスチュームのジャンヌの人形は未発売に終わった。この人形はリボン2000年冬休みお楽しみ増刊号において非売品として200名にプレゼントされている。海外ではヨーロッパ圏で人気を博した。特にドイツにおいては原作アニメ両方がヒットし2003年のリボン別冊満月を探してスペシャルによると単行本に 全館収納ボックスが付属した。タレント中川翔子が本作のファンであり、ファンロード2007年4月号にて、子供の頃、美少女戦士、セーラームーンを卒業して本作へ移行したとのこと。また子供の頃、ジャンヌダルクのアニメが好きだったとして、ジャンヌダルク役を本人のキャラクターそのままで演じたこともある。リボン二千八年十二月号にて、中川は、 種村雄才との対談を果たすが、その際彼女は小学生の時に買った神風怪盗ジャンヌの画集を持参している。2007年6月15日より完全版の発売が開始されており、特典には1巻から5巻には書き下ろし制作費は、等のエッセイ掲載、6巻には書き下ろしの番外編、魚の記憶、月の仮説、掲載、 全巻書き下ろしピンナップ付き、1、2巻の帯に、全巻収納できる、コンプリートボックス応募者全員サービスの応募券が、付属が付いていた。2013年12月5日より、自動書レーベルの収益者未来文庫より、ノベライズが発売された。草壁マロンは一見普通の高校生。だが実は巷を騒がす回答、ジャンヌの正体。 そしてジャンヌダルクの生まれ変わりである。純天使フィンフィッシュに導かれ、神の娘として、美術品に憑依した悪魔を回収し、失われつつある神の力を取り戻すという使命を、信じ、チェックメイトを続けているのだ。警察や警官を父に持つ親友の東大児とに、追いかけられながらも、着実に使命をこなしていたアルバン、彼女の前に、謎の怪盗シンドバッドが現れ、 君に怪盗をやめさせたいと宣戦布告する。後日、マロンは、同じマンションに住むととともに投稿しようとして、引っ越してきたばかりだという名古屋地空と出会う。彼は、なんとマロンの隣の部屋に入居したばかりか、同じ高校へ編入してきた。昼間は、プレイボーイの気がある、地空に、夜は、怪盗シンドバッドに振り回されるマロン。しかし、ひょんなことから、 シンドバッドの正体が血空であることが発覚。マロンは次第に彼に惹かれていくが、シンドバッドは敵という認識は捨てられず、それでも時と場合によっては共闘することも選択肢に加えるようになった。そんな中、高校教師である紫海、同期よしがやってきたあたりから悪魔の回収はさらに困難になっていく。実は紫海道は 魔王からの資格である悪魔騎士の因だったのだ。そして、地空の相棒である黒天使アクセスタイムの証言から、フィンが神ではなく、魔王から使わされた打天使であることが判明。彼女の裏切りによって変身能力を失った。マロンは意気承知、すべての事情を知る。地空は、そんな彼女をひたすら見守っていた。の因はの因で、かつての恋人。 ジャンヌの生まれ変わりである、マロンに執着を見せており、彼女のことは自分なりに気にしていた。そしてある日、マロンのもとに、フィンが現れ、マロンから石化したロザリオを奪い、マンション7階のベランダから落とす。それを追った、マロンは地面に激突する寸前で飛び込んできたの因に、受け止められるが、のンと共に意識を失ってしまう。目覚めた、マロンは、中世のフランスにおり、 牢に囚われたジャンヌ・ダルクと出会う。ジャンヌから翌日が彼女の処刑の日であることを知らされ、同じ時代に飛ばされたノインと共に、彼女を救う手段を探すが間に合わず、ジャンヌは日破りに。しかし彼女の諦めない姿勢を見たジャンヌによって、彼女の持つ力を譲られ、教会の絵画についていた悪魔を封じ、ジャンヌが転生するまでの長い時を待つため自身に、 悪魔をつけたの因と共に現代へ戻る。マロンは、チゾラの父の病院で目覚め、ジャンヌとの開逅が夢ではなかった証拠に、チゾラから送られたペンダントが、ロザリオに変化していた。その後、フィンによって、悪魔をつけられたとが、チゾラを誘惑し、恋人になりたての二人を引き裂く。が、マロンの起点によって悪魔は、無事封じられ、ともマロンの事情を知ることになった。 しかし、血空はフィンによって、魔王のもとへ送られてしまう。そこへかつて、フィンと共に、人間界に降りた順天使セルシアフォームと、トキハイヤーが、偶然アクセスによって助け出されて合流、フィンとの再会を果たす。彼らから聖域を受け取り、神に罪を許されたフィンは、聖天使へと成長するが、神の力が弱まっているが、ゆえの地震が起き、 神の力で全員展開へ運ばれ、マロンが女性の元たるイブであること、魔王が神の分身と言える存在であることなどを知らされた上で最終決戦に臨む。本作に登場するキャラクターの名字はすべて漢字三文字の地名などである。都の姉、さゆりは雨の午後はロマンスのヒロインに兄、スバルはイオンに出ていたり、血空の父の秘書、カナタキカグラが 紳士同盟に出ている十夜のいとこという公式裏設定があったり番外編、即席アクセス伝説で出ていたセントラバーズが時空異法人強固でカレンのお守りとして出てきたりと作品間のつながりが見られる。2話サブタイトルのピースオブラブはアニメ版主題歌のタイトルにもなった。9話と10話、20話と21話と22話のサブタイトルは一つの文になっている。 完全版には、神風回答、ジャンヌ制作秘話が1巻から5巻に、魚の記憶、月の仮説が6巻に書き下ろしされている。1999年2月13日から2000年1月29日にかけて、テレビ朝日系列で放送された。放送時間は1999年10月9日までは、 土曜18時30分から19時、同年10月23日からは18時28分から18時58分。アニメーション制作は、東映アニメーション。平均視聴率は5.2%で、全番組、アニメ週間デラックス、ミーファプーと同じである。アニメでは、コスチュームデザインやアイテムの変更が見られるが、途中から登場した新コスチュームとラピューセルロザリオは、 原作もアニメと同デザインである。また、原作の新コスチュームのジャンルはアニメからかなり遅れて原作に登場している。この作品は金魚注意報。以来続いてきた土曜日のテレビ朝日、東映アニメーションが制作した女子少女向けアニメの最後の作品となった。2000年度以降のバンダイ、東映アニメーションテレビ朝日系列陣営の 女児向けアニメは、ABC 制作の日曜朝8時30分枠の作品に一本化される。本作のメインライターは少女向けアニメの脚本も多い、富田助宏だが、第3話から参加した、横手道子は、中盤以降、高土屋全登場話や本来は、メインライターが書く、最終回といった本作の重要な回の脚本を、手掛けている。4曲とも、 テレビ朝日のビジュアル系バンド情報番組ブレイクアウトのプロデュースである胸のクレジットが CD ジャケットになされている。また、はるかに関してはアニメ柄デザインとアーティスト側の意図したデザインの2種類のジャケットで CD が発売された。第1期オープニングテーマのピースオブラブはシングル版とは一部歌詞が異なっている。放送中に発売された キャラクターソングアルバムも販売は東芝 EMI だが現番権はテレビ朝日ミュージックが全面的に管理しており東芝は現番権を保持していない。マロン役の桑島シ子のキャラクターソングアルバムリアライにもジャンヌ関連の音源のクレジットはテレビ朝日ミュージックのみで東芝 EMI の文字は見当たらない。タイトルコールはマロン役の桑島シ子が担当。 37話にて作者である種村雄才が看護師役でゲスト声優出演しているシーンがある。系列は放送当時のもの。本作のアニメ版のサウンドトラックアルバムは商品化されていない。アニメージュ2000年2月号の東映アニメ PD の東、井リワのコメントによるとテレビシリーズ終了後に劇場版とドラマ CD による展開が企画されていた。 模様。2021年現在、ブルーレイ版はリリースされていない。ありがとうございます。